始まりましたバズタイムズです。今月は燕市の宮町商店街を巡っていきます。今回はパンです。燕市宮町商店街に立つホームベーカリー中村屋。親子3代で経営してきたアットホームなパン屋さんです。開業は昭和28年、燕市で愛されて創業70年を迎えました。やっぱり魅力というのはこれだけの種類がたくさんあるっていうところだと思うんですが本当にたくさん、何種類くらいあるんですか？60種類ぐらいは増えていくと思います。60種類、すごい。うちの祖父自体もとにかくいろんな種類を食べてもらいたいっていうのもあったそうでして、作ってるみんながこうめんどくさいなと思ってるかもしれないですねうちの、スタイルということで一つお願いしてるという形ですね。お値段もすごくリーズナブルというか、もうなんかボンボン取りたくなっちゃいますね。4つ5つ取ってても500円ぐらいで収まったりする場合もありまして、ちょっと驚かれたりもします。こんなに種類がある中で一番人気のセンターは誰ですか？センターはやはりこの一番角に分かりやすくあるサンドパンだと思います。自家製のバタークリームが塗ってあるパンで、これ自体がやっぱりちょっとしっかりと食べられて甘いし、あとみんながこう均等に分け隔てなく食べられるってことで人気なんだと思います。サンドパンのこうライバル的な存在とかはいるんですか？こっちは焼きパンなんですけど、今度は揚げパンの中でツイストになるかと思います。じゃあこの2つはよく皆さんがお好きと言ってくれるような種類ですね。そうなります。前田敦子さん的存在のパンってことですよね？そうですね、圧倒的一番にそうですよね。八千代コースター、ゲストはアルビレックス新潟レディースの川澄奈穂美選手、上尾鍋めぐみ選手です。特集ではいよいよ今月23日24日に開かれる NST 祭り堀江杯高校生ダンサーに出場する高校に堀江さん自らリポートに行ってくれています。ファンタスティックスの新潟100マイルは十日町市で PK 対決。果たして勝負の行方は。土曜午前10時25分放送。今週もお楽しみに。今週のガタチューブ、ちょっぴりチャラい鴨志の最高戦略責任者が再びスタジオへ。今日もチャラいですね。いや香水の香り以外にもスタジオにね、鴨にスティーブ・ジョブズが来たって聞いた。はい、これは本当です。あのスティーブ・ジョブズがカモを訪れていた。さらに新潟大学の略称新大が通じない問題も。お楽しみに。それでは私は中村屋さんのセンターサンドパンをいただきます。おいしい。こってりとしていてとっても滑らか、食べ応えあります。パンもしっとりとしてるんですけど、この小麦の香りがすごく豊かで、このクリームと本当に合いますね。飽きないで最後まで食べられそうな感じ。さすがセンターですね。さすがセンター。私は揚げクリームを選びました。2番手のツイストのライバルにもなるかもしれないです。いただきます。何ですか？決め台詞作ったんです。もしかしてこの梅ちゃん揚げパンが甘くって、もう昔ながらの落ち着く味、懐かしい味ですね。ふわふわで、私はもうまだあと150個は食べれますねそうですね、はい。燕市宮町商店街のホームベーカリー中村屋、人気のサンドパンはもちろん、リーズナブルで小ぶりなパンたちを選ぶ楽しさも味わえます。中村屋さんのパンをいただきました。静かに声が小さい、すいません。どうでした、たまちゃん
本当に街に愛されているパン屋さんというのがすごくよく分かりましたし、何より中村さんの人柄が素敵でしたね。なんかもうなんかこう幸せ、日常の幸せを感じました。なんか帰ってきたみたい、地元に。勝手ながら地元だと名乗ってしまっているんですけれども。そうですね、はい。なんかなんでたくさん種類あるかって、こう食べる人のことを考えて、小さくていろんな種類のものをっていうのがね、いいですよね。大変ですしね、たくさん作るの。そんな中でもお客さんのことをすごく大事に考えてくださってたり、お客さんとね、このコミュニケーションを取るために、なんか本、パンの本とかあるんですよ。すごい。店内もね、紹介できなかったんですけど、いろんな本当に写真とか、写真とかパンパカパーンって書いてあるんですよ。パン、パン、いや、気づきました。パンパカパーンですよ。パンパカパーンです。こういうのとかね、かくすっと笑えるようなのに散りばめられてたりとか、そう、あとね、こう、あのお相撲さんのね、こう手ぬぐいをね、首に巻かれてかわいいんですよ。大好きポイント。あと裏話的には、はい、私たち他の種類のパンもいただいていて、クリームパンだったり、グラタンパンだったり、本当どれも絶品でしたね。絶品、本当に美味しい、また来ます。本当にボスタイムズの短い時間で伝えきれないような魅力がたくさんありましたので、ぜひ皆さん来てみてください。おすすめです。